こんにちは。こんにちは。今日はですね、くつろぎどころ御法庵の五味貞助さんにお話を伺いたいと思います。はい。五味さんはですね、はい、第13、21南極越冬隊の料理長をお務めになられたということなんですけども、はい、その南極でのですね、お話をちょっとお伺いしたいんですけども、よろしいでしょうか。はいはい。昭和31年に西堀先生が越冬されるということを新聞紙上で知って、あのところに行く人間はどんな人間が行けるんだろうというのが、まあ、南極行きの始まりで、具体的にはそのどんな料理を作られてたとか、まあ、焼肉をやられたとか、そういう焼肉は基地の中というのは絶えずプラスに保っているから、うん、あれですけども、野外調査タイぐらいまで行くとね、そのマイナス30度40度の世界で、焼きたての焼肉って、まあ、フライパンで焼くわけですけども、焼きたての焼肉を口へ運んでも、その口へ運ぶ間にも表面の油が固まってしまう。だからもうラーベやヘッドをね、口の周囲に塗ったというようなことが多かったね。それとやっぱり寒いというと、体を温めるのにはやっぱり酒をよく飲みました。だから僕らはもうコンクイスキーといって、サントリーさんの原酒を持っていくんですけども、それが49度ぐらいあったですね。それのもう、オンザロックは水割りせずに飲んでるんですよ。流しそうめん。ああ、氷山で。氷山で。まあ、格好のいい気持ちの氷山を見つけて、それでアイゼンをつけて、アイゼンっていうのはスパイクだね。それでの氷氷山登っていって、でピッケルで水を掘って、それで米の一斗缶に水を作って持って、でそれを流すんだけども、氷山やから、この流したところはさっと流れるんだけども、すぐもう氷山を吸って、ね、しまう。だから本当に数秒で水がなくなっていく。だからもうそのシャーベットのところは手で取って、それでそうめんを流すようにして、やっとそうめんを流れるようにして、まあ、楽しんだと。若干食べれはしたんですか？食べれましたね。それは楽しそうですね。だからその流すっていうよりもそうめんの拾い食いっていう、そういうこうね、旬でしまうから、はい、そんなことで食べることしか楽しみがないんですよ。だからその一杯の豚汁でも氷山の上で食べるという、南極では その食べ方というかな、ロマンですね。ロマンね。まあ、場所を変えるだけなんだけど、それでも喜んでるんですね。ありがとうございます。いえいえ。で今現在なんですけども、こちらのお邪魔させていただいている御法庵を主催されてるんですけども、その御法庵についてちょっとお聞きしたいんですけども、はい、御法庵というのは、この御法というのはこの前の山が御法山というんですよ。まあ、僕のこの御法庵をやることに対しての目的は何かと言ったら、やはり全国観光地がたくさんあるんですよね。だけども本当にその観光地が果たして、その観光地特色のある料理屋があるかといったらそうじゃないんですね。ゲロで食べても、から熱海で食べても、から伊豆で食べても、伊勢で食べても、大体食べるものはみんな同じ。それが僕は許せない、だから伊勢志摩国立公園といったら本当に国立公園の中でも老舗の場所ですからね。ですから伊勢へ来たら御法庵と思われるような店作りというか、そういう接客をしていきたいということで、まあ、これを8年前にしたんですけどね。具体的にこちらではその伊勢料理というのも、伊勢寺料理、伊勢寺料理、ですから、まあ、今から召し上がってもらいますけども、御法庵の料理は伊勢寺で、本当に伊勢へ来ていただいた伊勢のカラーでお作りするという料理ですので、満足いただけると思います。こ
ちらの器に盛られるんですかね。はい、こちらの器って、はい、こちらの器はちょっと先ほどお聞きしたんですけども、はい、南極の器が入ってますね。はい、これはもう菩薩というね、はい、これ主の役なんですけども、うん、それに南極の器が、まあ、入ってると言わなければわからないということは、砂ですからね、うん、粘土に混ぜると割れてしまう。だからもう少ししか入ってませんけども、この後ろの床の間の砂、壁も南極の砂だけで塗ったんです。お、全部ですか？全部、うん、その頃はまだ自由だったんです、ね、砂を持って、うんうん、今ではもう砂を持って帰りたいって言っても、行きません。違法になってしまうんですね。こういったなんかこの重箱を作られてる、はい、これはもう南極で隊員におせち料理を食べさせてあげるために、うん、ベニヤ板で作ったんです。40個、うん、こういうのやっぱりおもてなしをしてあげようという気持ちですよね。だからこの洋食皿に、ね、おせち料理を並べて、ね、うん、お正月料理だと出してもそんな気分になりません。そういうところからもやっぱり来てるんですね。そうそうそう。あとですね、五味さんの今後、うん、こんなことをしていきたいとか。そうですね、まあ、やはりもてなしの心というものは作ることから親身になって作りをしてお客さんに満足を得た、うん、そのいう心がやっぱりこの伊勢志摩にも気づいてくれるお店がね、一件でも多く増えてくれればいいと。だからそういうお店作りをやはりしてもらいたい。人間には年齢というものがあるから、だからまあこのご法案をやるのはもうあと2年、うん、10年やるということでやりましたからね。その後はそういうことのなんか手助けができればということになりますね。ということは、ご法案でお食事をいただきたいという方は、うんうん、2年以内に急がないと。そうですね。そうですね。ぜひとも皆さん、急いでください。今日はありがとうございました、本当に。はい。まだ全然ですか。はい、今日はありがとうございました。五味さんでした。いただきます。